こんばんは、笠井美久です。メリクリー。本日はですね、とあるものを作っていきたいと思います。すごいなんかブラジャーみたい。食べ物で遊ぶな。大体何を作るか分かりますよね。ガーリックトーストです。やっぱりね、笠井美久はニンニクが好き。もうニンニク、キムチ、玉こんにゃく、もう臭いものがとにかく大好き。ニンニクをたっぷり使ったガーリックトースト。うわい！キュウリステーキ！見て。マイルドニンニク。これ、匂いが残らないんだって。残ってもいいんだけど、せっかくなら本当に残らないのか、ちょっと検証しようと思って。うわい！抜き終わりました。このフォーカスの仕方で、うるさい！普通に臭い。ニンニクにフォーカスが行くことによって、これのね、銘柄のぼかしを入れる必要がなくなった。あ、入れすぎた！ローズマリーを植えていきます。失敗、失敗、失敗、失敗。No! Calm down, no! No! Slowly walk, no!あ、いいじゃんいいじゃん、ガーリックトーストっぽいサムネイル。 That girl is garlic woman. She like garlic. She make garlic toast. Today is Christmas. 当日にニンニク臭くなっても平気な女。それがカサイミ。噛んで足りない。やばいやばいやばい。めちゃめちゃ美味しいよ。雷の呼吸。一の方。霹靂一閃。楽しみだね。見て、やばくない？これあのカチカチだったニンニクだよ。もう我慢できない。いただきます。うまっ。あ、じゃあ隙間から素敵なアロマンドいただきました。いただきました。怖いな、意外と。ガサイ、こういうシャンパンとかの、ポン！迫真のポンが大好き。あわしかねー。それでは皆さん、乾杯ゆー。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 最後の一口。うますぎる。ごちそうさまでした。臭い？メリークリスマス。しない。嘘。本当。嘘だよ。今しない。メリークリスマス。しない。嘘。今はしない。すごい。翌日の笠井美久なんですけど、マジでニンニク残ってない。ただ、さすがに一玉食べたら胸焼けしちゃいました。なんかね、これ、エリウスに持ってきたい。